皆さんごきげんよう、さおりです。はい、今日はですね、久しぶりにこちらユニクロ購入品をご紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、ユニクロで、5つのアイテム購入してきました。で、今回は、もう8月ということで、少しずつ秋をね、意識し始めている方も多いんじゃないかなと思いますので、今すぐ着られて秋まで活躍してくれるアイテムを購入してきました。新作も混ざってるかなと思うんですけれども、春夏のアイテムでセールになってるものとかもあったので、お得にゲットできるかなと思いますので、よかったらご覧ください。それ今回は割とこうオフィスコーデみたいな綺麗めコーデをイメージして購入してきたので、日常使いでオフィスとかに着ていくお洋服探している方の参考になったら嬉しいです。はい、まず1点目にご紹介するのが、オープニングでも着ていたこちらのニットです。こんな感じで編地がとってとても可愛いニットです。こちらは豆黒ですね。豆とコラボのアイテムで、発売の時から気になってたんですけど、なんと今お値下げされていて990円で購入できました。こんな可愛いのにセールになってるんだと思って購入しちゃいました。私はナチュラルというカラーの S サイズにしました。こんな感じで五分袖になっていて、着丈も少し短めなので、今フレアスカート履いてるんですけど、インしないでこのまま着てもすごくバランスが取りやすいので、普段スカート派の方もすごく着やすいんじゃないかなと思います。で、なんといってもこの編み地が本当に可愛くて、すごい凝ってるんですよね。なんか場所によってこうやってちょっと違う編み地になってたり、あとここのバストのところがちょっと特徴的になっていて、ちょっとここがもしかしたらバストがある方はちょっと強調されちゃったりして気になるっていうので、こうセールにもねなってたのかなって少し思ったんですけど、そう、お好みはね分かれるのかもしれないんですけど、個人的にはすごい可愛いなと思ったアイテムです。で、素材はアクリル、ナイロン、綿、レーヨンということで、結構ね、薄手でサラッとした肌触りなので、真夏でも全然着られるようなニット素材かなと思います。で、今から着られるんですけど、なんかいいなと思ったのは、ジャケットのインナーとして着ても可愛いじゃないですか。例えばお仕事の時にジャケットを着たりもねすると思うんですけど、まあ、これちょっと今ねチェックで柄入ってるんですけど、例えば無地のジャケットとかで、中も無地のニットとかにすると結構こうシンプルになりすぎちゃったりすると思うんですけど、これはこの編み地が効いてるので、例えば無地のジャケットだったとしても、なんかこの辺がちょっと華やかに見せてくれたりすると思うので、こうやって部分的にちらっと見えても少しこうおしゃれな印象に見せてくれるようなニットかなと思います。このニット素材も割と薄めで柔らかい感じなので、この首元の締め付け感とかも全然なくって、ソフトな肌触りで着心地もいいです。サイズ選びはいつものサイズがいいかなと思います。割とこのアイテムはコンパクトな作りなので、まあ、ゆるっと着るっていうよりはすっきりめに着るとね可愛いアイテムかなと思うので、あえてワンサイズ上げたりせずにいつものサイズ感で選ぶのがおすすめです。はい、そして次はこちらのニットです。 3D メッシュクルーネックセーター長袖、私はブラックの S サイズにしました。お値段が2990円です。はい、こちらこんな感じのスケスケのメッシュのニットです。こういうのは結構夏から秋に切り替わる時とか、まあ、季節の変わり目にねすごい大活躍してくれるアイテムかなと思います。で、素材がアクリル、セルロース、麻って書いてあるんですけど、すごいこう肌触りがシャカシャカした感じなので、すごいドライな肌触りで、長袖なので今の時期だったらなんか肩掛けしてちょっと巻いたりとか、冷房でちょっと冷えちゃう時とかに着るみたいな感じで使ってもいいのかなと思います。で、これはユニクロの 3D ニットっていうやつなんですけど、ホールガーメントっていう製造方法で作られているもので、立体的に編み上げているので縫い目がどこにもないっていうシリーズです。で、このニットはその 3D ニットのなんか醍醐味をすごい活かしてるなと思って、というのもこういうさメッシュのニットだと脇のところとかに縫い目が来るとすごいそれ目立っちゃうじゃないですか、裏側も見えちゃうから。でもこれはこの縫い目がないので、なんかどこから見てもすごい綺麗っていうのがこの 3D ニットならではだなと思いました。見えるかな。で、サイズ選び少し迷ったんですが、今回私は S サイズ、いつものサイズにしました。アイテム的にサイズを上げるとちょっとカジュアルに見えすぎちゃうかなっていうのもあって、割とコンパクトめに着てスカートにボリュームがあるものを合わせるみたいなコーデが
可愛いかなと思ったので今回は S サイズにしました。ちなみにこれインナーは自分で持ってるものを着ていて、これ中を着ないともうこうやって全部透けてるタイプのニットです。はい、そして次はこちらの T シャツです。こちらがユニクロ U のアイテムなんですが、グルーネックティー、あのド定番のやつですね、のネイビーの M サイズを購入しました。お値段が1500円です。まあ、この T シャツは皆さん1枚はお持ちなんじゃないかなと思うので割と説明不要かなと思うんですけど、私も YouTube 始めたもう当初からこの白をねすごい愛用していて毎年着ているんですけれども、今回初めてこのネイビーを購入してみました。なんか昔からあったのかもしれないんですけど今まではあまり気になってなくて、なんかこの間いきなりあネイビーの T シャツいいなと思って追加しました。この T シャツの良さで言うと、まあ、昔の動画とかでもたくさんお話ししてますし、いろんな方もねおっしゃってると思うのであんま詳しくは言わないんですけど、とにかくこの、 生地感のこの肉厚な感じが良くてこうきちんと見せてくれるんですよね。 T シャツなんですけどカジュアルになりすぎずに綺麗に決まってくれるのがいいところかなと思います。ちなみにサイズはいつもの他のユニクロのアイテムとかだとトップスは S サイズ選ぶこともあるんですけど、このアイテムに関しては結構この肩幅の関係で私は M にしています。M でもかなりこうコンパクトなのでなんか余ってる感じとかはなくて、もうちょっとゆとり持ってきたい場合は L でもいいかなって思うぐらいのサイズ感です。ちなみに T シャツ出して着ると着丈が結構長くてもうヒップが3分の2ぐらい隠れるぐらいまであるので、これ出して着るのは結構難しいかなと思います。なのでこれスカートとかにインして着たり、まあ、パンツ合わせでもインして着るのがおすすめです。はい、次にご紹介するのがこちらのカーディガンです。こちらがライト V ネックカーディガン、カラーがグリーンで私は M サイズにしました。お値段が2990円です。はい、こちらのライト V ネックカーディガン毎年出ているので愛用している方も多いんじゃないかなと思います。私も去年かな一昨年かな黒を購入しまして、すごいこの肌触りとか軽く着られるのがお気に入りで愛用してるんですけれども、今回ちょっと色違いでカラーものも購入してみました。でなんでこの色にしたかっていうと、やっぱりまあこれから秋になってくるのでグリーンとかちょっとこういうお抹茶みたいな深めなカラーが差し色になってくると可愛いかなと思って買ってみました。でこれ素材がレーヨンとアセテートなんですけれども、薄手で透け感あると思うんですけど、こうシャカシャカした感じの肌触りで、こういうの私すごい好きなんですよね。肌に触れた時もちょっとひんやりするような肌触りだったり、まあ、真夏にねぴったりのカーディガンかなと思います。で今8月ですけど9月もかなり暑い日がきっと続くと思うので、色は秋だけど素材感が夏っていうアイテムがこれからの季節も結構活躍してくれると思うのでこのアイテムにしました。でサイズなんですが、これね結構コンパクトな作りなので M サイズにしました。割と私は夏場だと肩掛けして着ることが多いんですけど、まあ、結構冷房効いてて寒いなっていう時は袖を通すんですけども、 S サイズ持ってるんですけど S だと結構腕のラインを拾うんですよね。かなり細身でこれぐらいの見え方になってきます。なのでちょっと抜け感がないなっていうのとラインも出過ぎかなっていうのがあったので、今回はワンサイズ上げて M サイズにしています。結構薄手の素材なので、まあ、これぐらいのゆとりがあった方がなんか見え方とかもいいかなと思います。で着丈はこんな感じ、適度にちょっと長めですね。ヒップが3分の2ぐらい隠れる着丈があります。なのでパンツの時とかでも羽織りやすいかなと思います。とにかくこのカーディガンの好きなポイントは、まあ、軽くってシワになりにくいっていうところで、シワにならないわけじゃないんですけど比較的なりにくいのでカーディガンの脱ぎ着が多い夏とかにもすごくいいかなと思います。はい、そして最後はこちらのスカートです。私の秋ちょっと新作とかでも結構スカートが豊作だなっていう印象があるんですけれども、私はこのド定番な感じのフレアスカートにしてみました。こちらがボリュームロングスカート、カラーがブラックでサイズは S サイズにしました。お値段が3990円です。なんかユニクロっていうと割とプリーツスカートとかナロースカートとかそういうすっきりめストンと落ちる系が多いなっていうイメージなんですけど、今年はこういうねフレアスカートも出てくれてフェミニン派の方はすごい嬉しいんじゃないかなと思います。
でこのスカートは本当にいい意味でめちゃくちゃ普通のフレアスカートっていう感じで、本当万能に使える、毎日でも着られるぐらいの、そうシンプルでこう他を邪魔しないようなスカートかなと思います。それでいてもう着心地はめちゃくちゃいいので、ウエストはゴムになってますし、ポケットもあるし、着丈も長すぎないので足さばきもいいですし、そして生地もすごい軽いので着ていても全く疲れないですし、本当こうオフィスだったりとか日常使いにすごくいいかなと思います。生地はこんな感じで、まあ、秋冬の暖かい生地っていうよりは割とサラッとしているんですけど、オールシーズン着られるような生地感ですね。ポリエステル素材なのでシワにもなりにくいです。でさらに撥水加工もしてあるらしいです。すごくないこれ。大雨はねちょっと難しいと思うんですけど、小雨程度だったらね気にせずに着られるみたいなので、それも嬉しいですね。ウエストの作りはこんな感じになってまして、平たいゴムになっていて伸縮性があります。でウエストのところはタックとギャザーがミックスされている感じですね。動きは出つつもボリュームが出すぎずにすっきりと見せてくれるのもポイントかなと思います。そう、多分なんだかんだこのスカートをね毎日手に取っちゃう気がしますすごい着やすいので、なんかイブちゃんとお出かけする時とかもサクッとこれね履いとけば決まるかなみたいな感じで、ついつい手に取っちゃうようなアイテムになりそうです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はユニクロのアイテム5点ご紹介させていただきました。また今回ご紹介したアイテムを使ってオフィスコーデの動画とかも撮りたいなと思っているので、そちらも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それではごきげんよう。